皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はファイナルファンタジー7リメイクの続きでございます。いや、これはね、実はファイナルファンタジーの7の今までの動画1から14までは1週間以内に撮ってて、それで、週に5回しか上げてないからさ、3週間じゃないですか。それで、まあこれはその3週目には、次続きを撮ってる感じなんですけど、もうあんまりにもね時間が経ちすぎて、ちょっとコントロールを思い出しながらやっていきたいと思うんですけど、なかなかの切りのいいところでちょっと止めて皆さんのリアクションを見たりしてたんですけれども、ここでこっから続きをやります。ハロー、邪魔するぞ。おお、レノちゃん、ちょっとおしゃれじゃないですか。ちょっとホストっぽくて。お前何？でもこの私のボディーガード、ソルジャーなの。ボディーガードになったんかい？元ソルジャーだ。まあ合ってるよね。魔法の目。それは合ってるよ。ボディーガードも仕事のうちでしょ。ね、何でも屋さん。何でも屋さん？え、有名なのか。私の勘。当たるの？当たんのか？お願い、うん、まあいいけど、用心棒やってれば。いい、でも安くはない。じゃあね、デート1回。え、いらねえよ、やっぱり本物かよ。クラスはファースト。いくらなんでもファーストってお前よ。信じないんだね。ファーストってなかなかすごいんだね。来た、ソルジャちゃん。いや、頑張るけどさ、ちょっと危ないぞ。おお、でもまあすぐにやってまうな。すぐに終わる。頑張ろう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞと。お前らが、え、姫ちゃん？どういうこと？姫ちゃん？待って、そうだったそうだった、ここでアセス入れて、あ、こいつしかいないか。だったら別にファイヤーで片付ける。火星を頼む。火星？おお、くるくる。ああ。おい、おい、行ってって。そりゃさ、痛いことされたくないでしょ、クラウドだって。まだやれる。でもとりあえずヒールさえやればちゃんと問題はない。エリートセキュリティオフィサー、今までこんなやつら戦ってきた気がするんだけど、違う気がするんだよね。武器が違うだけだから。調子に乗るな。リートやってるよね。ブロッキングでミリタリーアタックス。なるほどね。あお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 、ほらアタックしてごらんよ。どうだどうだ。おい、ポーション使うんかい。それは許さんだろう。そしてここでファイヤーを入れて終わりだ。このうちにキューラ。ああ、情けない。来る。はいよ。でもレノちゃん、俺に勝てると思うなよ。ジャンプすんじゃねえか。お、はい、そうだそうだそうだ、ガードがいる。え、そっちに行っちゃうの。ここでアセスを一回入れて、
弱いものがないんだけど、サンダーには強い。はあ、ってことは普通に戦うべきなんだね。あお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 。でも踏んだらあかんって言われたんだよ。だから花の上を歩いたらダメよ。聞いてなかった？レイディの頼み。あ、行くぞ。あお。ガード。そうだよ。ガードされたらどうすんだよ、レイノちゃん。こっちやで。ふう。やっぱりこのゲームではガードが正義だ。おお、リミット。いけるか？ボン、ボン。それだけではない。トリプルスラッシュ。行くぞ。あれ、でもなんか HP がおかしくなってるよ。でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。刺激的な時を過ごそうぜ。いや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 。あ、だからこいつ雷に強いんだね。OK、まずはちょっと回復が欲しい。あおあおあお、おうおうおう、ノー。それはやばいって。でもあんまりお前さん近づかない方が身のためだぜ。あお、あー、くらった。 OK、 このタイミングでもう一回トリプルを入れて。おお、今のパネシャーモードじゃなかったからさ。ボロが出てきた。おいよ、最初の一戦はどこ行った？オッケーオッケー、It's no problem、レノちゃん。だから俺は普通にここで回復添え身魔法を使って。はい、それは痛い。そうだよ、余裕だけど。いや、わかる、ごめん。はい、レノ、あんたしぶとい男じゃないか。あお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 。オッケーオッケー、もうもうワンモアヒーよ。もうちょっと回復を入れちゃって。あ、来る。あ、 EMP が来る。楽しいな、おい。おい、あっちゃ、あっ、これはほんとめんどくさいな。レノ、おう、あお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 、 no no no, we gotta beat that, no 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 no, こいつを倒して、 then put another big cure on。 いやいや、だから回復せって、お前。だから花の上あかん言うとるやん。ああ、もうダメじゃ。よし、狙うぞ。だけどあとちょいだ。あお、ほんまずるいな、お前。ほんま、でももうお前は終わりだね。ここでトリプルスラッシュを入れて、すぐにまたリミットブレイク使えるし。それな。EM ショット来る？それは許せない。あお。来た。リミットブレイクタイムだよ。さようなら。ボーン。ああ。お前は終わりだ。いたぞっと。俺はただクラウド、さよなら。この二人やっぱり助けられてんだよね、ゴーストたちに。おけがは？いいから、一人で立てるわってホストちゃんが言っとる。ありがとう、助けてくれたぞお前ら。
つら。襲って来ないね。うん、友達だよ。おい、開けろ。行くぞ。こっち。ありがとうだけど、ちょっと待って。これ気になるよね。行かせてくれないの？邪魔してんな。上行ってみない？まあ正しい方向を教えてくれてるんだとは思うんですけど、このドアは開いてない。ここも行けない。それは仕方ない。回復はできる。でも MP はもうない。はい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 。穴からは出られますが、生き方がちょっと。コナオ、助けてくれた、ありがとう。おいお嬢ちゃん、落ちるんじゃないぞって言ってくれたな。いつもありがとね、お化けさん。タクラバコ、タリスマンが入ってた。What is a talisman? パパ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 タリスマン、タリスマン、スピリットをゴパ上がる。いらないんですの。いらないんですよ。こっちだよ。パタタ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 。あれ、どうやって行くの、あっち。ここ別に行けへんよな。それと、もう一度あっち行く？あ、違うな。あれ？あれ？すごい、分からへんけど。このドアね。え、さ、あの上でしょ？ドア行けへんかったら、この壊れたものの上を、歩くとか思うよね、普通に。でも行けなさそうやし、ゴーストを使わないといけないとか思ったりはするんだけど、こんな感じ。あ、待って、そこ開いてんじゃん。さっき俺入れんかったところ開いてるやんな。あーり、え？上に行けって言ってる？罠かもしれない。さっきいなかったよね。なんで阻止すんなよ。俺はそのものは欲しいんですよ。で、ここはいけないでしょ。上行ってくださいって言ってるのを理解してるよ。あ、ここか。ごめん。ごめんごめんごめん。あー。俺は盲目でした。目見えない。それ奔走禁止ワードだったっけ、ちょっと分からへん。大丈夫だ、差別用語だったらごめんなさい。どこだ、そのつもりなかった。あそこだ。わ、バレた、撃つなよ。あれ姫やで。どうするんだべ。おお、大丈夫か。大丈夫じゃないでしょう。ないかも。でもゴーストたちに守りに入ってる。お前終わるぞ。だってあれ姫だろ。目的は本。娘とかなんじゃないの？神蘭の社長。なんだ。逃げろ。お。動くな。だから撃つなって。しかし。でも娘だったら。そんななんか動くな、撃つぞみたいなことならへんでしょ。落とせる？パッ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 。あそこはジャンプできない。ここから行けると言ってるね。その前にはアイテムがないかチェック。行けるか。じゃあ行こう。どうなってる？近づけません。これ魔法か？はい。なんすか？これか？こういう動きしないといけないんですね。ちょっと操作が。
あっち側も行った方がいいなとは思うんですけど。カマン。おーよ。こっちに来て。早く壊してくれ。今だ。今倒せた。で、もうちょっとあっちに行って。いけるいける。クラウドならさすがに撃たれるよね。わあ、撃たれてる。さすがに撃たれますね。あっちあっち。こっちこっち。オッケー。え、もうちょっと。あ、もうちょっとあっち。で、ここ。え、これ以上。あ、もうちょっとあっち。もうちょっとあっち。いける。ああ、いけた。さっさと出るぞ。あそこ行ったらあかんねんな。わかった。また来るよ。また来ますよ、この教会に。アイテムありすぎたわ。忘れたアイテムなんて許されるもんじゃないよ。待って。お嬢ちゃん、ここら辺には物が入らないです。ならば行きましょう。パパパパパパパ。屋根裏に逃げました。追いますか？そりゃ追うでしょ。え？撤収だ。撤収か。なっさげねえ。あとは相棒に任せるぞっと。相棒？相棒って誰や？ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。そりゃクラウドはかっこいいお兄さんだもんね。わしから離れるんじゃないわよ。お嬢ちゃん、その代わりは俺と一緒だったら一生安全。そして宝箱。ナイス。あそこ。あそことは？追いつかれる前に出よう。シーッと待ってくださいよ。これより撤収する。あ、いたいた下に。諦めたようには見えるけど、相棒とか言ってるよ。相棒 is who？ 誰なんでしょう。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。おい、隠蔽か。早く行こう。隠すの？ねえ、屋根の上。シンナの娘だったらなんでこんな。あの柱のそばにスラム街とかなるよね。クラウド、行くよ。あ、まあ、勝手に来てるっていうことで、もう親父さんがこっち来るようにって言ってんだよみたいなことになりそうやな。よし、まあここから降りまして、パン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 。これからどうするの？しばらくはボディーガードだ。そうでした。その後は7番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ、まあなんとなく。怪しい。怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスって何？タークスがあんたに何の用だ？そう。ねえ、舞台の一つか？ソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。なるほど。能力を匂わせて。脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。脅迫なんだ、タークス。顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。おいおいおい、この女めっちゃ隠蔽してる。え、怒った？いや、もうなんかお前話す気ないなんたら、もう別にお前と話すのは時間の無駄やろ。そのうちに話したくなったら別に喋ってくれるでしょうし、捜索するのはやめだ。しかしまあ楽しいインバイロメントを作りましたね、スクエアエニックス。
初めて。普通はそうだろうな。ほんとすげえな。なんだかワクワクするよね。ま、マジアドベンチャー。あのウェイとかさ、ライトが光るやん。でこの世界、これすべてあのプレートの下の世界なんだよね。でプレートの上はお金持ちとか死んだ社員が住んでて、この下が一般人が住むスラム街。車とかなんちゃらかんちゃらとか言うけど、この人たちは車とかそんなものを買うような大層の金持ってるわけないし、ボンベ箱、何が入ってんだろう。木材、トラッシュ缶。でも本当にね、こういうスラム街的なところって存在するんだよね、世の中に。待って、ちょっと待って。何？ジャンプしてよ。はいはい、できましたね。先行っちゃうんだもん。はいはい。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。いや、結構ごもっともだと思いますよ、クラウド君よ。この辺りは誰も住んでないのか。あっち側も行けるし。怒られないから安心して。え、住んでないの？追い出された？ここを改造しちゃうんかな。それでみんなは追い出されてる？だから教会にいるのもあかんとか？まあそりゃね、死んだからするとこの場所って何の意味もなってないような、地形の構造から考えると、まず教会ってあるじゃん。この教会はすごい真面目に作られて、いい素材で作られてるものとして、他のものってだいぶボロいから、もともとこの教会はこの場所に作られた。それでどん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 と町がその教会の周りに作られ始めた。あっち側のビルもなかなか立派だ、だよね。でもここら辺ってもうご覧の通り。だからあのビルも多分昔の時代のあのビルで、中にはすごいかっちょいパイプとか、よくわかんないんだけど、こういうクイッするようなものもある。昔はどのような使い方があったんでしょう。それがこれ全部魔法を取るための施設だったのかな。かなり古い、気をつけろ。はいはい、ね、おっと、慎重に。心配しすぎ、私お姫様じゃないよ。お姫様でしょお前は。もうちょっと頑張れ。あんたソルジャー候補だろ。わら。はい、助けてあげる。びっくりした。ありがとう、クラウド。まあ本当はあの3秒5秒待ってあげてるからさ、そんなにサンキューとか言わないでしょ。一度外に出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。待って、この風景私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。クラウドもこういう場所に生まれたよね。強く生きてる。おい、ヘリコプターあるぞ。時々それ感じて嬉しくなるんだ。ヘリコプターやばいぞ、めっちゃある。なんで、なんでそんなヘリコプターがあるの。危なくない？ここら辺に住んでたよね、クラウド君も。一昔燃やされたけど、セフロスに。今度は
私が先。クラウド、待ってくれないんだもん。はいはい。大丈夫か？余裕余裕。マジか？ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかな。お前絶対に口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチ。業務外。っていうかそんな真っ白の服じゃないもんな。こんなとこに住んでたら。どう？仕事を増やすな。楽しいな。まあこれこそデートみたいなもんやな。楽しそう。はい、いったれ。絶対変なサビが入って今ので、あの注射を打たないと病気がうつるでしょう。飛べるか？もちろん。怖いね。おお、ああ助けたな、姫抱っこ。頼もしい。あんたといると退屈しない。いやでも一切ピクッともしない。筋肉やばいな、クラウド。筋肉だ。早く慣れてね。はい。あれ、パーティーに入ってきた？ここ。え、エイリスちゃんよ。おほー、あんた仕事できんの？エコーフレンドリー。はあ、キャスターなのかこの子は。こんな子にはタリスマンあげるね。へえ、オッケー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 。 Seems good to me。 プレイヤー、キューラではないな。アイスマテリア、リーフォーカス、リミットブレイクが使えるようになる。じゃあクレン、あ、もっと役に立つようなものを入れたいな。 MP アップとか。これいる？でもすぐに使えるやんか。だから結構これ役に立ちそうであるが。で、イフリットを入れて、プレイヤー、これはぜひ使ってほしい。はあ、バリアね。マジックアップ、いやー、ここのとこはちょっと難しい。クレン、あー、でもとりあえずアップグレードウェポンしないとダメなんだから、そうしよう。この女の子も魔法がメインでしょ。ちょっと戻って、普通にこっち、アタックダメージ、テンペストダメージ。What is Tempest? ほう。Magic Attack Power とか。それが欲しいね。もちろん HP も欲しい。え？ SP8 もいる？やば。でも12とかでかいわ。8もでかい。ガード、ガード、ガード、ガード。テンペストってほんまなんなん？アタックダメージ。これは欲しい。ちょっとテンペストって何なのかわかんないんだが。魔法のディフェンスを入れとこうか。OK! And then もう一個のマテリアは使えるでしょ？
そうすると。ライトニングとか入れた方がいいかも。あ、ウィンド、ウィンド、ウィンド。イエース。ウィンドがないとね。5番街イスラム駅の近く。駅の近くなのに、モンスターが出るんだ。うん。うわあ。だからどうしたって顔してる。町のモンスターなんて、たかが知れている。たかが知れている。やばいやばいやばい。ちょっと待って。行くところ、これ、教会。じゃん。ここは行ったことない路地だからちょっと路地行くよ。そりゃ宝箱とか欲しいんですよ。あと教会にちょっと戻れる。どこ行くの？行ったらあかんの？教会も行きたいんです。これマテリアがあったじゃないですか。忘れたの？何？お、何このヘッジホッジパイ。アセス入れないとあかん。連携しよう。あ、魔法ができるんだね。はいはい。何に弱い。おお、氷ですね。ナイス。ブリザードだろ。続いて。ナイス。オッケー、バイ、パパパ。得意そうな顔して。すごい得意そうなね。しかしそれよりさ、あなたのことをちょっと見て思ったことは、見て思ったんですけれども、クラウドって今。これエレメンタルマテリア使ってるやん。これをちょっと外す。はい。そんでこの子にこれエレメンタルを入れる。あー、下まで行った。そうするともう氷が使えちゃうみたいな。んで MP の方はやっぱりさ、これマックスだし、いいですわ。ライトニング入れちゃえなよ。はい。必要になったらさ、また入れたらいいわ。そうすると、あなたの方では、これだ。オッケー。あ、待って待って待って、大事なこと忘れた。彼女ね、エリスの、あ、だから作ったらええね。作ったら取得しちゃう。このスキルはどう取得したらいいんだろうなって思ったんだけど、スキルがなんていうか周囲のエリアのダメージを軽減するみたいなことだったと思うんだけど、その取得メソッドはただ使うだけみたいな。頼んだぞ。頑張るね。プレイ ATB2 つがいる。あ、違うわ。ワードを作ると、ワードの中で使う、なんだろう、ここから行くよ。魔法は2回連続で使えるみたいな。はあ、テンペストが使える。なんか上を押すと、この三角を押すと溜めちゃって。スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場宿舎、溜めちゃって攻撃ができる。それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる。パンツタンポタンポタンパラパラポンポ。エリスちゃんは可愛いな。だけど
だけど結構キャラクターがアニメっぽいね。どちらかというとジェシーとかの方が、あれが駅、見ればわかる。結構リアルないのかと思って、クラウドの世界な性格。まあエイリスはまだまだわかんないけどね。まだまだわかんない。今はただ建前だけ見せてくるかもしれないし。どうか皆さん落ち着いてください。マコール壊れたなもんね。見て見てエナ、騒がないの。騒がしいな。マコールよく見えるからねここ。で爆発されてんでしょ。本当に燃えてる。野獣魔か。みんな心配なんだよ。てかお前もう有名人だろ。あんたも来たのかい。え、まあそんな感じ。ああまた教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。破片やらが来なかったのかい。そういうのなかったかな。あれもね、よかっただけだよ。気をつけな。ありがとうおばさん。なあ、クラウド待って。何、ちょっと音楽ここにあるぜ。音楽さん。ケイト・シスズテーマ。わかりませんね。バタラタタ。バラタ。こっちは使えないんだね。この水の方。こっち側は、おヘリコプター、やっぱり俺飛んでたやん。お偉いさんが来てんじゃない。準備よし、降下、集合。普通に、おおやばい人が来た。こいつはいらなかったんでね。なは俺はジャンプするよ。ソルジャーボーイなのかな、この人も。やばでもこれ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。あなたを探してんじゃない。両方かも。どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。モンスターいるけど。まあいいんじゃないか。信頼よりはマシだ。Avoid the Turk. OK. タークスを避難逃避。指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方めったに行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。そうだね。こんなウェアキャットたちがいたら。覚悟はいいか。ウォーターは来た。終わりだ。弱いっすね。あれでも召喚してるかこの人。友達を。飛んでけ。お、やっぱり召喚してたか。めっちゃ増えてる。多いですね。どこから来るか。あの手のモンスターは弱いものから襲う。こんなやつでもいたね。このやつらはあれに弱いんか。落ち着いていけ。私の出番。あれ一瞬で負けたな。一瞬でしたね。あのアイスに弱そう。待って、二つに分かれちゃう。わかんねえな、どっちがいいのか。こっちだよ。あ、こっちか。じゃああっち行くわ。わざと間違った方行くとね。行き止まり。で、それええって。途中でやめちゃったみたい。ここにね、宝箱とかマテリアとかなんかそういう系のものがあるんだよ。ちょっとプチボスとか。いないか。
いいなさそう。ほんまのただの行き止まりか。すんません。帰りました。僕が悪かったです。こっち行きましょう。ぽ、ぽちょ。え？もう40分くらいになるの？ Oh no。時間って本当に過ぎ過ぎちゃいますね。あそこにも行けるっていうことで。ここはまだ続きがありそうだけどね。あとか。では皆さんもう結構時間でしたね。ここで15話ですか ?15 話終わりいたしますが、皆さんもご視聴ありがとうございました。面白かったら最後まで見ていただいた方は、いいねのボタンをぜひ押していただければと思います。本当にチャンネルの支えになっていきますし、今後もたくさんゲーム実況とかもやっていきたいと思っているので、そういったところでは皆さんのどれぐらい支援、どれぐらい楽しんでるかっていうのを測っているので、ぜひ示していただければと思います。ではでは、Until next time! バイバイ、おきに。